リズ・オルトラーニはイタリアの作曲家である。映画音楽で特に知られる。モンド映画、イタリア製、サスペンス映画、マカロニ・ウェスタンといった大衆娯楽映画から芸術映画まで200以上に及ぶ幅広い分野の映画に楽曲を提供。エログロ映画の多いイタリア映画を底上げするような曲によって知られるほか、イタリアの巨匠プピア・バティ監督の映画に提供した。 音楽への評価は高い。特に、世界三国物語の主題曲、モアでは、アカデミー賞に、ノミネートされた。イタリアのペイザロで生まれ、同地のジョアキーノ・ロシーニ音楽院で、映画音楽の大家アンジェロ・フランチェスコ・ラバニーノに、作曲を指示する。音楽院を卒業後に、オペラ指揮者として、キャリアをスタートさせた後、ジャズ・オーケストラの編曲者兼指揮者として活躍する。 カンツォーネ歌手のカティーナ・ラニエルと結婚後は、カンツォーネの作曲、編曲において、妻の歌手活動を支えた。1962年に映画音楽に進出する。初めて映画音楽を担当したガルティエロ・ヤコペッティ、監督の世界残酷物語は、美しいメロディが話題となり、世界的大ヒットとなる。この映画の作曲クレジットは、 オルトラーニとイタリアのジャズミュージシャンの2位のオリビエロとの共同名義であるがサウンドトラックの核となるメロディはオルトラーニが作曲した。この映画にオルトラーニが提供したメロディにアメリカの音楽プロデューサー検索史家のノーマン・ニューウェルが英語の歌詞をつけモアというタイトルでイギリスの歌手ダニー・ウィリアムズが歌った。その後アンディ・ウィリアムズやフランク・シナトラといった アメリカの人気歌手もレパートリーに入れたことで、さらに楽曲の知名度は高まった。イタリア語版は、心の奥底にという曲名で知られ、オルトラーニ自身の編曲によって、妻のカティーナ・ラニエリも歌っている。世界残酷物語の映画音楽が世界的にヒットしたことによって、ハリウッドにも進出する。アランドロンやイングリッド・バーグマンなど豪華キャストによる、黄色いロールス・ロイスをはじめ、 丹波哲郎が出演したイギリス映画、第7の赤月、ジーナ・ロロ・ブリジーダ主演の、思い出よ、こんばんは。シャーリー・マクレーン主演の、おかしな夫婦、大逆転。ロバート・ミッチャム主演の、アンツェオ大作戦。レナード・ホワイティング主演の、昨日にさようなら、チャールズ・ブロンソン主演の、バラキなど多くの映画に音楽を提供した。ハリウッドやイギリスの映画音楽を手掛けながら、 ハリウッドのプロデューサーからの米国移住の誘いを断ってイタリアに腰を落ち着け多くのイタリア映画に優れた音楽を提供した。マカロニウェスタンの怒りの荒野やダミアーのダミアーニ監督による政治サスペンス映画、刑事の告白など主にスリリングな映画やアクションの多い映画にメロディを提供することで知られた。また、フランコゼ・フィレッリ監督の ブラザー・サン・シスター・ムーンに提供し、主題歌は賛美歌としてヨーロッパの教会で歌われている。晩年はイタリア映画界のベテラン監督、プピアバキの文芸ドラマへの楽曲提供が中心的な活動となり、アバディ監督作品の映画音楽で多数の作曲賞、歌曲賞を受賞した。2014年1月23日、機関支援の合併症のためローマで死亡した。 青年月日は長らく1931年9月4日とされていたが、死去の際の報道によって、実際は1926年3月25日生まれと判明した。87歳ボーツ。ありがとうございます。